1月1日から1964年12月17日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍少将。通称吹団。山口県出身。攻撃者などを経て海軍兵学校に入校。席字は入学時120名中103番、卒業時117名中45番。以後宝術畑を歩む。 1931年12月、軍令部参謀在任時に、大谷早と名で、森山書店から日本の危機を出版し、米国に対抗して、日本の満毛占領を強く主張。また、アメリカとの戦争は避けられないというもので、大井厚氏は、これが日本を台米戦争に引っ張ったようなものだ。責任は、重いとしている。 なお、海軍士官が著書を出版する場合、海軍大臣の許可が必要であったが、無許可で出版されたものである。1933年10月には、台米強硬策の意見書、次期軍縮対策試験を、海軍上層部に提出し、超大型戦艦建造を提言した。この試験は、独立国家間の軍備は均等であるべきという内容で艦隊派の指示を受け、 第二次ロンドン軍縮会議の方針となった。結局日本は会議から脱退することとなり、アメリカでビンソン案、スターク案が成立したことで、嫌韓計画に追いつけなくなる。軍令部参謀時代は、内閣初期官庁の森務と談判し、海軍予算3000万円を獲得している。これは、越権行為であったが、黙認された。これが縁となり、森とは、 親しい関係にあった。1935年10月からヨーロッパ等へ視察旅行を行い、ナチスドイツの慎重に感銘を受けて、翌年に帰国し、軍備拡張の意見書、帝国の当面、する国際帰国打開策試案を提出したが、2.26、事件事件直後の海軍部内で、石川は政治的に徒党なし逸脱の行動を押しと危険視され、 予備役編入になるところを、同郷で中学の先輩である、岡和隅臨時調査課長の尽力により、給油艦、知床特務艦長に移動することで決着した。その後も横須賀軍事部総務課長など左遷されていたが、頻繁に東京に来ては、陸軍将校や、政財界人たちと交流し、海軍切手の政治軍人と言われるようになる。1940年9月、 海軍大臣が吉田前後から及川小四郎に交代した。及川は海軍次官に沢本頼り中将軍務局長に岡高澄少将を配置した。同年11月には、軍務局第一課長に高田利下大佐、同第二課長に石川が任命された。石川の第二課長配置に人事局は反対であったが、再び、 岡軍務局長が押し切って実現させたものであった。これらの対米強硬派が中心となり、海軍国防政策委員会第一委員会が組織され、海軍政策の作成が行われた。1941年6月に第一委員会は報告書、現状成果によって帝国海軍の失礼べき態度を提出した。その内容は、日独位三国軍事同盟を堅持し、 南部仏院に進駐し、米国の金融政策が発動された場合は直ちに軍事行動を発動するという趣旨のものであった。委員会を主導したのは石川と富岡定俊とされ、後に石川は戦争に持って行ったのは俺だよと発言している。なお中山貞義は海戦時の海軍省人事につき、沢本、岡、石川、藤井茂と同教人が、 養殖にあったことに偶然にしては少しできすぎではあるまいかと述べている。戦争中は第23航空戦隊司令官として合衆攻撃の任に当たった。司令官としての石川は有能で部下の人望も厚かったという。戦局の悪化に伴い高木総吉の終戦工作を助けている。ありがとうございます。